私は FCI ニューヨーク本社の35階屋上に来ております、こちらに素敵なゲストにお越しいただきました、1月にデビューされました奄美大島出身の木月みなみさんです。おはようございます。おはようございます。ようこそニューヨークにお越しくださいました。よろしくお願いします。初めてのニューヨークということですけれども、はいはい、いかがですか。そうですね、思ったより暖かくて、うん、昨日来たんですけど、アメリカンのご飯食べて満喫してます。あ、そうです、アメリカンのご飯を。そしてですね、本番前までは雨が降っていたんですが、ピタッと止みましたね。え、なんでも曇り女と言われてるそうですけど、ね、晴れも雨も曇りにしちゃいます。あ、晴れも曇りにしちゃう。あ、そうですか。今回はでも良かったですね、雨を曇りにしたということですね。デビューから半年でもうニックネームがついているということでございますけども、歌手になった、まあ、島歌から始めたということですけども、きっかけはどんなことですか。奄美を離れて島唄の魅力に気づいて始めたんですけど、鹿児島市内の公園で島唄を歌ってた時にスカウトしてもらったのがきっかけで歌手に。そうですか、お兄さんも影響があるということですね。兄も独学で島唄を弾いて、それも聞いて覚えました。そうですか。今ね、三線、奄美大島ではシャミセンっていうんですか、持ってらっしゃいます。他にも楽器を弾けると聞きましたが。ピアノをちっちゃい時からやってます。ピアノですか、じゃあピアノで歌う曲なんかもあるんですか。もうあったりします。はい、そうですか、そしてですね、今年7月には奄美大島ね、今有名になってます、皆既日食がありますけれども、その音楽祭があるということで、そちらにも出演されるということですね。皆既日食で奄美は盛り上がってます。なんでももう航空便ももう売り切れで、どうやって行こうかという方がたくさんいらっしゃるそうですけどもね、たくさんの人に世界中から来てほしいです。はい、で今回ですね、ニューヨークに来られた理由というのがね、また他にもあるわけですけど、明日ニューヨークで桜祭りっていうのがブルックリン植物園であるんですけど、それで歌うために来ました。はい、ニューヨーク時間、東部時間の午後4時15分から明日ステージがあるということですけれども、木月さんの歌声聞きたいという方はぜひ足を運んでいただきたいと思います。そしてこれから歌を生で、お聴きいただくわけですけれども、どんな歌を歌ってくださいますか。島唄を歌う場で一番最初に歌われる挨拶代わりで朝花節っていう歌と、あとは4月に出したニューシングルの誰かのためにも歌います。はい、その2曲ですけれども、奄美大島の方、まあ、民謡独特のグインっていうんですか、喉をこう裏返すような、あれどうやって歌ってるんですか。ちょっと羊の鳴き声を想像していただけたら、めーってめーめー、そうですそうです、それにちょっと息を加えていって、めーって、はー、めーめーめーへーへー、もう一回お願いできます。ゆっくりやるんで、だんだんゆっくり音を出していくんですね。めーへー、あー、本当だ本当だ。あー、そう、勉強をしておきますね。10年ぐらいかかると思いますけれども、後ほどですね、木月さんから素敵なプレゼントもありますので、ぜひ皆さんご期待いただきたいというふうに思います。ということですけれども、フジテレビ系の、ドラマですね、の主題歌にもなっているという2曲目の誰かのためにですけれども、どんな何かこう特別な思いというのはあるんですか。南米のハチドリのひとしずくっていう民話をテーマにした曲なんですけど、自分ができることってすごいちっちゃいことかもしれないけど、それを自分自身が諦めないでやり続けるっていうことがすごく大切というメッセージが込められています。はい、ということでぜひその歌2曲目です、お聴きいただきたいと思います。それではスタンバイお願いします。どうぞ。はい、ということで2曲お聴きいただきたいというふうに思います。初めに歌うのが朝花節という曲です。奄美大島の民謡ということになっております。三味線との弾き語りでお楽しみいただきます。そしてセカンドシングル誰かのためにという曲ですけれども、こちらはフジテレビ系のお昼の連続ドラマエゴイストというドラマの主題歌となっております。それでは2曲続けてお聴きいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。